ゲートインが終わります。落ち着くのを待ってスタートしました。ばらついたスタート。エンブレムロード煽って後方からバンドギャルドも後方です。内最内枠からのスタート。パンサラッサ先頭に立ちます。パンサラッサ先頭です。2番手はテイバ、クラウンプライド、2頭並走、ジオグリフ外から4番手に上がっていきました。その後カントリーグラマー、カフェファラオ、リモース続いていって、中段の内に入れるか、ジュンライトボルト、最内はサンセットフラッシュです。その後ろバンドギャルドも内に入れて外を追走、ラゲルタライム、あと後方はエンブレムロードとスコットランドヤードです。後方広がっての追走で向こう上面周回コースの中ほどを流していきます。日本パンサラッサ先頭、2番手にジオグリフが上がりました。3番手アメリカのテイバ、そして4番手の外目がクラウンプライドになって、5番手カントリーグラマー、大外、内に入っていったカフェファラオです。3コーナー手前でカフェファラオは内に入っていきました。その後大外を通ってエンブレムロードが追い上げに入っています。3コーナーのカーブ、あとはリモース、スコットランドヤードが後方追走、さらにはラゲルタライブが続いています。 3,4 コーナー中間、依然先頭はパンサラッサ、リード2馬身、2番手ジオグリフ、3番手ムチが入ったテイバ、これを内からかわしていくかカフェファラオ、外からはクラウンプライド、4コーナーカーブ、さあ日本勢が先頭、2番手3番手4番手で直線コースを迎えそうだ。パンサラッサが先頭、リード2馬身で直線コースを向いた。2番手はジオグリフ、3番手カフェファラオと、そしてクラウンプライド、日本勢内からはジュンライトボルトも伸びてきている。さあサウジカップ日本勢初制覇なるか。パンサラッサが依然先頭、200を切った。ジオグリフが2番手、じりっじりと差を詰める。3番手はクラウンプライド、カフェファラオ、さらに追い込んでくる2番のカントリーグラマー、カントリーグラマーが追い込んできた。粘るパンサラッサ、外からカントリーグラマー並ぶ。パンサラッサ押し切ってゴールイン、逃げ切ったパンサラッサ、サウジカップ制覇。